長らく勤務している会社が傾いて、肩叩きされるのもなんだから早期退職をした。ハロワで失業給付申請して、何十年ぶりの就職活動にちょっと戸惑うところも。そして本日、以前応募した会社から、陰気な雰囲気がする確認の封筒がポストに、開けてみたら不採用の添え状に、履歴職歴があった。はいはいはロス、とさっさと写真転用しようと切り出して、ゆっくりしようとしてみるも、なんか添え状に違和感を覚えて、ゴミ箱から取り出して読み返す。背景、時価ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。お送りいただきました応募書類に基づき、厳正に選考させていただきました結果、誠に残念ながら貴殿のご希望に添いかねることとなりました。何卒ご了承くださいますようお願いいたします。末筆ながら、今後の貴殿のご冥福をお祈り申し上げます。警部。法人よ、俺の応募に何か恨みでもあるんか？ご活躍だろ。カラスに恩返し、された話。我が家のコンポストをカラスが漁ったりするので、カラスを見るたびに子供と、漁るのはいいけど落ちたものは綺麗にしてね。と言い続けたらゴミの散乱が減った。なんとなく仲良くなった気でいた。ある日公園で子供を遊ばせている時に、私が数メートル先の荷物を取りに行ったら、小型犬が子供に向かって走ってきて、威嚇するようにうなってた。私が必死に戻ろうとしたら、ああ、キャーみたいな雄たけびが響き渡って、直後キャーンと鳴き声がした。羽を広げたカラスが犬を威嚇したり、攻撃したりしてた。犬から離れ、もう大丈夫とカラスに声をかけてみたら、一斉に飛び立った。その後飼い主が来て、ものすごく謝ってくれた。犬はところどころ血が滲んでて、カラスがものすごく本気だったんだと感じた。その後は見かけたすべてのカラスにお礼を言いながら帰った。もちろん挨拶は続けている。彼氏とデートして帰りに電車に乗った。目の前にぽっちゃり目の若いお母さんと、小さな女の子が立ったので、席を譲ったら女の子だけ座った。A さんお腹大きかったねー。A はお腹に赤ちゃんいるからね。赤ちゃんいるの？ママも赤ちゃんお腹にいるの？いや、ママのお腹は贅肉だよ。赤ちゃん違うの？ママのは単なる脂肪だよ。ママは太ってるだけだよ。赤ちゃんいないの？そうか、贅肉か。横で聞いている私と彼氏は吹き出さないように必死。女の子の隣に座っているお姉さんも、必死に笑いをこらえているのが伝わってきた。そしてお母さんと女の子が降りるときに、女の子が満面の笑みで、ママも元気な贅肉産んでね。扉が間一髪で閉まったから多分聞こえなかったと思うけど、盛大に吹いたのは私と彼氏です。ごめんなさい。でもきっとあのお母さんすっごい修羅場だったと思う。宗教にあの手この手で、勧誘献金させようとする親戚。その日は俺と連れてきてた彼女に絡んできた。親戚はいつも、私は献金してるから天国に行けるけど、あなたたちはこのままじゃ地獄行き、と言っていた。そして彼女はお金持ちのお嬢さん、ということを知ってるからか親戚は、お金持ちはお金積んで裏口入学するんでしょ、と煽ってきた。でも彼女は小首かしげて言い返したんだよ。あなたたちのやってることこそ裏口入学ですよね。死んだ時天国行けるように、お金を神様に積み立ててるんでしょ。死んだら閻魔様の前で、私はこれだけお金積み立てました。このお金で天国行きの切符ください。ってこびるんですよね。閻魔様って現世のお金になびくんですかね。言い終わったら母さんが大爆笑して、親戚はなんか言い訳してたけど、ゲラの母さんの声で何言っても聞こえない。普段迷惑ばっかりかけられてたから、彼女の一言が痛快だった。中学の頃、部活動で下校が遅くなり、友人二人と田舎道を歩いていた。そこに現れたのが、お約束の格好をした露出系変質者。後頭がバッと開いた。男と私たちの距離は5メートルもなかったと思う。声も上げれずガクブルだった私の横で、友人 A が、持っていた傘を剣道のように構えた。さらに友人 B も同様に傘を構えたため、私も変質者を睨みつけて傘を構えた。変質者、私たち共に動かずにいたら、貴様何しとんぜ？と近くの家のおじさんと、お兄さんが変質者を取り押さえてくれた。後に逮捕された変質者が、動いたらやられると思った。と供述したと聞いたが、友人 AB は美術部、私は放送部で剣道などしたこともない。それに私の構えはガトツ。なぜそんなことをしたのかはわからないが、異様な雰囲気だったことは否定しない。祖父が93歳で亡くなった。母が祖父の棺に巾着袋を入れていた。何が入っているのかと母に聞いたら、
祖父が生前棺に入れてほしい、と言われたものなのだという。ただ絶対中は見ないでくれと言われたらしい。すごく気になったのでおじを巻き込み、なんとか言いくるめて中を改めた。封筒と手拭いが2枚と、風車や手裏剣の形に折られた折り紙がいくつか、四つ折りのメモが1枚。封筒には10年前に亡くなった、祖母が祖父に宛てて書いた手紙が入っていた。平凡な人生をありがとう。あなたと一緒になれて幸せでした。そう書かれていた。手拭いは色違いで1枚ずつ入っていたので、自分と祖母の分だろうと推測。折り紙には幼い字で母とおじの名前が書いてあったため、母やおじが小さい頃に、祖父にあげたものなのだろうと思われる。最後に四つ折りのメモを開いたら、見るなと言ったのに。と書いてあった。見た瞬間に母とおじが二人で吹き出した。新婚のバカ妹が、旦那様が出張でいないのを怖いからうちにいてというので仕方なく泊まってた時、夜遅くに電話が鳴り、終端だ。と出る。終端寂しい。早く帰ってきてー。とバカ炸裂。その後の雰囲気で終端が事故を起こした様子。え、なんでなんでなんで？終端車で行ってないじゃん。どうして？大怪我ってどうやったの？体当たり？やだ強い。すごいじゃん、シュータ。あ。電話は切れたようだ。その後本物のシュータンからお休みラインが入り。あれ？事故は？と返事をして詐欺だと発覚。初めて妹がバカでよかったと思えた。シュートメさんから着信あり。家が変だと震え声で言うわけよ。どこからともなく、人のすすり泣きが聞こえてくる。筆記って時々なんだけど怖い。シュートメ宅に行ったが怪しい音はしないと思ったら、ヒヒ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 突然狂ったような笑い声が響き渡った。ヒヒ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 、ゾッとする感高い笑いが続く。いやおかしい、人の声に聞こえるが妙に規則正しいし、幽霊にしちゃ元気すぎる。声の出どころを探してみた。どうやら今から耳障りな笑い声が大きく響いている。ここまで来ると人の声ではなく何かが擦れる音とわかる。じっと見渡すと空気清浄機から音が。コンセント抜いてみたら、ヒヒ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 って音は収まった。回転部分に汚れが溜まってたせいだろう。あんな人間の声みたいな音立てるとはね。幽霊の存在をマジで信じた。あの一瞬が修羅場でした。3歳の娘が最近シリさんとのおしゃべりにドハマり。シリシャン私可愛い。はい、そうですね。シリシャンみたいなやりとりを旦那が発見してしまってへこんでる。シリシャンと結婚するのって言ってるのは内緒にしとかなきゃな。今朝娘がシリシャンに求婚している姿にとうとう旦那が気づいてしまった。シリシャン。はい。結婚来てほしいの。すみません、よく聞こえませんでした。だから結婚来てほしいの。友達のままでいましょう。やだ結婚来てよ。実は他にも結婚してと言ってくれる方がいるんです。うわーん、ママ娘ちゃん。空気読んで断った。ぐっちょぶという感情と、娘を泣かせた尻目、という感情で旦那が揺れていました。二人ともシリシャンに真剣に向き合いすぎだろ。高校の同級生 A 子が妊娠したので、彼女と一緒に祝いを送るために三人で買い物に出かけた。すると A 子と彼女が棚の陰でコソコソしてる。どうしたと聞くと。あれ A 子の旦那。明らかに浮気。売り場を離れようとする A 子旦那を、引き止めて。と言われて慌てて後を追った。が俺は旦那を知らない、とりあえず俺は浮気者と叫んだ。旦那も女もはぁって顔してた。言葉が出てこなかったのでもう一度浮気者と叫び、何よと付け加えてみた。旦那になんだてめえ人違いだぞおかまとか言い出したが、人違いなわけないわよ、あんた丸々でしょ、勤め先はバツバツでしょ、と言うと女が逃げた。彼女が A 子を連れてきて旦那繊維喪失で御用。帰り道彼女に、なんでオカマだったの？と聞かれたが、そんなん聞かれても知らん。10年以上前に別れた元彼から粘着され、ロミオメールレター電話をよこし、面識のない旦那の悪口をひたすら留守電に時間いっぱい録音された。警察に相談しても意味なし、途方に暮れる毎日。ある日ロミオメールを受信した時、トメが私に任せろと言って、顔を真っ白に塗りたくり、頬をカメインコみたく真っ赤に塗って、私の携帯で自撮りし、元彼に返信。嬉しいわ。若い男の子なんて久しぶり、と写真付きで返信した。間違えたようです。失礼しました。
と帰ってきた。数日後旦那から。お前の元彼のツイッターのトップ画像が、母さんになってる。と言われて急いで止めと確認。止めは息が止まるんじゃないかというくらい爆笑。旦那は気持ち悪いもん見たと、食欲が減少した。その後なんと元彼から、止めに対する求愛メールを受信。元彼は私の姑とは知らず、しばらく粘着してきましたが、次第に収まってきました。前に機会があって、有名らしい霊媒師の方に、見てもらったことがあったんだけど、とにかく説教内容が謎だった。あんたは男をステータスで選ぶ高慢ちきだ。嫌な女だよと言われたが、私の見た目は、メスの綾小路きみまろの、スーパーモジュ。私が男を選べるのは携帯ゲームだけ。見た目で普通わかるのでは？霊能力が実在するかはわからないけど、そこまで見る目がなくても、そういう仕事って成り立つのか、と衝撃を受けた。でもこのあたりのスピリチュアルな人たちの中では、神のような存在らしい。いろいろズバズバ言われたけど、ズバズバ外れまくったのも衝撃的でした。あと生き霊がついてて、それは高校時代の彼氏だと言われたけど、その生き霊の正体は未だにわかりません。漫画のキャラを、彼氏だと公言して抱き枕作ったりしてたので、本当にその人しか思い当たりませんでした。普通のサラリーマン家庭から農家に嫁いだ、昔からトラクター運転するのが夢だったので、小型特殊の免許を持って嫁入りしたら義父母に爆笑された。こんな気合が入った農家の嫁は近所中探してもおらん。とか言われて夫が、私この夢だったんだって、運転させたって。って言ったら私専用のトラクター買ってくれた。オレンジ色で小さくてむちゃくちゃ可愛いやつ。嬉しい。赤いトラクターって CM が昔あったけど、可愛いだろうなオレンジは。大切に乗って末永く相棒でいてくださいね。可愛いトラクター良かったね。ご主人の親御さんもきっと嬉しかったんだろうな。たくさん乗ってあげてね。まだ結婚前、地元にいた頃の体験。当時市内に何店舗も店を出している、丸元美容室というのがあった。腕の方は美容師さんによって、かなり当たり外れがあるが、まあ安いし店構えは当時としては、おしゃれだったから、若い子には人気のある美容院だった。オーナーは細身で巻き毛の長髪で、いかにもって感じの若い男性で、店内に写真を貼ってあったりして、ちょっとナルシストな感じだなと思ってた。ある日友人と共にその美容院に行った。終わってお会計の時、クリスマス抽選会とか行って、三角くじを引くように言われた。友達は外れ、私は二等が当たった。二等の景品は確か、シャンプーとトリートメントのセットだった。店員さんに一等は何だったの？って聞いたら黙ってチラシをくれた。そこに書かれてあったのは一等丸元丸音、お茶が飲める30分だった。ぶっ。となった。二等でよかった。同居ギフと義母が何か話してるのを、今のこたつで夢うつつでなんとなく聞いてたら。あー母さん。はいはい。あ、愛してますよ。いつもありがとう。お父さん、私より先に死なないでくださいよ。一秒でも一人にしないでくださいね。義母にやられたぜ、義父は。しないしない、バカ。するわけないだろう。めったなこと言うな。って勢いよく言ってた。最後涙声だった。その後俺も嫁に。あの。何？あ、愛してますよ。嫁反応なし。からの。なんだよ。いきなり言うなよ、ワン。私だって愛してんだよ、もっと言えばか。って泣き声に驚いた義両親が突撃してきたんで、お父さんを見習ったら泣かれましてと言ったら、義父一瞬ポカーンしてから真っ赤。義母笑ってるし、その後みんなで酒飲みました。嫁大好き。義両親も大好き。まだ新婚だった頃、遠方から義母が新居に遊びに来てた時、昼間に二人でショッピングに出かけたんだけど、アーケード商店街を歩いていたら、中年の男性がこちらに向かって全力で走ってきた。その向こうからは、おまわりさんが二人で追いかけてきてて、中年男性の手にはナイフが、頭が真っ白になって、足がすくんで固まっていたら、男がはっきりこっちに向かってきたのね。後でわかったのは、私か義母を人質にしようとしたらしいんだけど、捕まると思って目をぎゅっとつぶったが、何事も起こらず、ゆっくり目を開けたら、男が転がってて、追いついたおまわりさんに取り押さえられてた。私が目をつぶっていた間に起こったことは、聞いた話になるんだけど、義母が足を前に突き出して、かかとが男の胸にヒットしたそうだ。義母空手の有段者だった。知らなかった。以来義母の大ファン。
幼児だった頃、自分には母の宝石や指輪を庭に埋めるっていう厄介な癖があった。母が保管場所を移動させた後、結婚記念日用に父が買って隠してあった指輪を発見。それも埋めた。結果記念日に送ることのできなかった父は、大変しょんぼりして、母にも言えず、なくした指輪を探すようになった。反省した自分は父の指輪を戻そうとしたが、母に見つかり、それどうしたの？怒られると思った自分は思わず、女の人が返すって渡してくれたの。架空の犯人に罪をかぶせてしまった。指輪には、いつもありがとう愛してる、というメッセージカード。母は般若のような顔になった。20年経ち帰省した際、昔お父さんと離婚しかけたのよ、と言われ実はと罪のすべてをゲロリ。ほんとごめんなさい。父にはあの後どれだけ大変だったか延々と語られた。前世は犬だったのかい。結婚2年目くらいに地になった。恥ずかしくて旦那に必死に隠してたら、不審な行動が増えすぎて、浮気を疑われていたらしい。ちょっと友達と会ってくる等の理由で、頻繁に外出、夜の生活をやんわり回避、風呂やトイレにまで、携帯を持っていく、一緒に外出したがらない、あまり笑わなくなった。思い返すと確かに、疑われてもおかしくない行動を重ねてしまっていた。発症から数ヶ月後に、健康保険の医療費通知が来たことがきっかけで、旦那にバレた。総合病院に通っていた履歴が載ってて、どこが悪いのか、なぜ隠したのか問い詰められた。観念して地で肛門科に通っていたと、白状した途端に旦那は、脱力して半笑い半泣きになった。夫は浮気、重い病気などいろいろ想像して、かなり深刻に悩んでいたらしい。次の日会社帰りに、食卓用とソファー用と車用に、ドーナツクッションを3つ買ってきてくれた。嫁が30ちょっとで亡くなった。病気だったから準備の時間があって、家族にそれぞれ1年ごと、イベントごとの手紙を書いてくれていた。毎年楽しみに読んでいた。ところが家が浸水してしまい、手紙がびしょびしょで復活できない状態。魂が抜けたかと思っていたら、息子が手紙を携帯で撮ったやつを持っていた。震災のニュースを見ていて、極力読まずに撮っておいてくれたらしい。それをきっかけに、嫁の入院中に書いていたノートのデータを見た。辛い苦しいみたいなことも書いてあるんだけど、その後に必ず。でも私でよかった。病気になったのが息子や娘。旦那じゃなくてよかった。神様ナイス。旦那に任せていけるから何も心配ないね。二人の成長を見たかったな。生まれ変わらずに待ってるから、100年後くらいにあったこと全部教えてね。娘と息子のことなるべく多く伝えてやりたいから、絶対に長生きしようと思う。昔から子供は絶対女の子がいいなと言っていた姉。時は流れ姉は結婚。2年後には子供を授かった。妊娠中性別を見てもらったところ、女の子だと太鼓判をもらい姉は大喜び。が実際生まれたのは立派なものを持った男の子。誰が見ても男の子。皆が子供の誕生を祝う中姉だけが呆然としてた。出産の翌々日姉旦那から母に電話が。私の子供は女の子。この子は違う。と言って授乳やおむつ替えなどを一切拒否していると病院から連絡があったらしい。退院後は本当に大変だった。こんな子私の子供じゃないのになんで家に置いとかなきゃいけないのよ。と暴れるから結局姉旦那が耐えられなくなり離婚となったけど。あれを持って行ってくれるなら私何もいらないし、お金もいくらでも払う。と清々しい晴れやかな顔で言った姉にはゾッとした。子供の性別ってそんな大事？頭狂うほどの一大事なのか？男の子だったからってあんなに簡単に狂ったことがすごく怖かった。義両親と同居中の私、先日義弟家族も交えてお墓参りの後、うちで昼食にした。豆腐を冷凍して解凍したものを、唐揚げにした。もどき料理を姪がとても喜んで。ママ、お家でもこれ作って。と言ったのが気に入らなかった義弟嫁が。あのね豆腐を冷凍するなんてバカのすることなの。そんなおかしな真似はママはできません。と言った。うちは私が料理担当なので、私に対する嫌味のつもりだったんだろうけど、これはお寺の精進料理教室で、義父が習ってきたもので義父の自信作。バカですまんね。と義父が言ったら慌てて言い訳して私を睨んでいた。義弟はきつく義弟嫁を怒ったけど、そばで見てる姪がかわいそうだったわ。いつでも作ってあげるからまたおいで、パパと一緒に。とさりげなく言った義母も怖かったわ。義弟嫁様。義母、ブラックすぎやしませんか。6年前の話、火やご飯が好きでよく食べる。同居の時とメガ嫁は火やご飯、ってドヤ顔で出してくるのがうざかった。
好きだからよく食べるんだけど。だからってエビリで出されても平気なわけじゃない。旦那は。冷たいご飯好きなんだからいいじゃん。っていうだけ、仕方ないなぁと思いつつムカついてた。義実家の親戚の集まりがあって、手伝いに行った時食事が出されて、もちろん温かいご飯なんだけど、そこで温かいご飯は久しぶりですって、泣いてやった。とめは親戚中に責められて、特に自分の一番上のお兄さんにものすごく怒られて、その後3日くらい帰ってこなかった。仕事が終わった後、弟と旦那も呼び出されてた。旦那たちが帰ってきたら別居が決まってて、ラッキーだった。なんだかんだあって結局離婚したんだけど、離婚の延々として冷やご飯があるので、食べ物の恨みはやっぱり深いんだと思った。期間限定同居の5日目、トメさんに突然泣かれたのが、修羅場、理由は嫁いびりしたのに、何でも喜んで優しくしてくれるので、申し訳ないと、そのいびりってのがさ、1、嫁の仕事を、奪ってやった。ならば私は換気扇のファンやカバーを、試してみたかった強力洗剤で、ピッカピカにした。2、嫁の苦手な菓子を出してやった。出してくれたのが、衝撃的うまさの塩大福だった。3、嫁のお昼ご飯に粗末なメニューを出してやった。あごだしのうどんに、ちぎった小ネギどっさりの品。ネギを愛する私にはご褒美メニューでした。どこがいびりと聞いてびっくりしましたが、することがないと暇で寂しいでしょう、と思って1を実施。甘いもの苦手と聞いていたので2を実施。息子やうとさんがあまり喜ばない、3を用意。こんなにいびってるのに、普段自分ができないことを、してくれる私を見て、申し訳なくなったそうです。そんなとめさんの号泣謝罪を受けて、こっちの方が申し訳なくなり、なんだかもらい泣きしてしまいました。〇〇さんが言ってたんだけどね。が口癖の義母。〇〇には近所の人から誰それみたいな人までいろいろ入る。内容は大体私に対する、嫌味。嫁子さんの料理は味が濃くて、健康に悪いとか、1歳から保育園に入れると、子供がかわいそうとか、でも全部スルーしていた。先週私がインフルエンザで倒れ、義母に仕方なく子供を預けていた。回復してお礼を言いに行ったら、しばらく黙った後、〇〇さんが言ってたんだけど。はぁ、息子くん、煮物とかお浸しとかも、好き嫌いなく食べるわね。お母さんが頑張って作ってるからなのね。このくらいの歳の子は嫌がるから。私じゃないわよ。私じゃなくて〇〇さんが言ってたのよ。って言ってドアバターンと閉めて逃げてしまった。初めて褒められて、すごくスカッとしたので記念書き子。食育頑張ってほんとよかった。先日突然同居を強要してきた。うとめ、バツイチこなしのことめ。もちろんお断りすると、嫁は家族なんだから同居して当たり前。ととめ、私はうとめさんことめさんと家族になるために、結婚したんじゃありません。旦那くんと新しい家族を築くために結婚したんです。と言うと、何言ってるの？結婚したんだからみんな家族よ。いいえ、結婚したから旦那くんと私と子という新しい、うとめさんとは別の家族ができたんです。嫁が口答えするなんて、嫁は耐えて我慢するのが務めなのよ。え？それ1年も持たずに離婚した。琴音さんの前で私に言うんですか？それに乙女さん琴音さんに耐えるくらいなら、その労力をすべて子に使います。あと今まで私が実家で育ってきたり、社会に出たりして至っている考えのすべてを、乙女さんのために変えるつもりはありません。と言ってやった。これでいい嫁キャンペーンは終了。とてもすっきりした。義母のスペアリブが絶品らしく、旦那が作り方覚えてくれとうるさいので、義母に聞いてみると、あんな簡単なものもできないの？スペアリブは適当だからレシピなんかわかんないわよ。それに秘伝なんだからよその娘には教えられないわ。とめちゃくちゃバカにされた。後日義実家に行った時、旦那が義前に作り方知ってるのかと聞いたら、知ってるようなんで？と言ったところで、義母がいいじゃないその話はと急に声を張り上げてきた。やっぱり家庭の秘伝なんだなぁと旦那が言ったら義前が、あはははは、ブブヒヤヒヤヒヤ。笑い出した。そして私に、そうだねレシピ難しい。私にもわかんないや。一緒に知ってる人に聞こうね。一度ウポカーン。だってお母さんのスペアリブってモランボンのタレだもん。秘伝のタレ。ブフー。うちの母の味はスーパーで買えちゃうからガクチンよ。と。旦那はその後、ごめんなさいごめんなさいと半泣きで謝ってきた。自分が父の浮気相手の子で、母と血縁関係がなかった。ここまでは稀に聞く話で、そんなに珍しいことじゃないかもしれないけど、母は物心ついた時から本当に可愛がってくれた。小さい頃母に抱っこされていて、何かにつけて、
生まれてきてくれてありがとうね。とほっぺたすりすりされてた。愛情をいっぱい受けて大人になり、結婚して家庭を持ち子供も生まれた。母は孫を溺愛して、実家に帰るたびに、生まれてきてくれてありがとうね。って話しかけてた。真実を知ったのは母が亡くなってから、敵の子を育てなければならなかった母の心境を考えると、未だに涙が出そうになる。すごい大きな愛だね。真似できない。死ぬまで隠し通したのすごいね。気づかなかったんでしょ？それだけあなたがお母さんに愛されてたってことだよ。憎いものを愛し続けられる人はいないよ。あなたは愛されていたんだよ。両家内の両親が眠っている墓参りに行った。私が行くのは3年ぶりだ。下の子が中学に入り夫婦だけの時間が増えた。ドライブがてら私から誘った。家内は家族縁が薄いのか。一人っ子でも実家というものがない。お寺の裏山の小さな一角の墓は、あまり荒れてないところを見ると多分、家内一人でよく来ていたのだと悟った。なんとなく申し訳なくなって、すごく長い時間手を合わせた。義父には会ったことはないが、生前の義母を思い浮かべ、心の中で何度も謝った。家内はそんな俺の態度をどう思ったのか、不思議そうな目で見ていた。墓を去る前にもう一度手を合わせる私に、今日はありがとう。とつぶやいた。会話として成立してないが、私は家内に、愛しているよ、と言った。家内はお墓の前で、小学生のように大きな声を上げて泣き出した。お彼岸にはまた行こうと思う。一年ほどかけてじわじわとやったドキュン返し、嫁はタダで使える家政婦兼、介護士だと本気で思ってるとね。結婚直後からネチネチと、嫌味とあら探しをやられたんで、私も今日のことは、絶対に忘れませんから。一生、私ってものすごく、根に持つタイプなんですよね。将来が楽しみ、人から恨みを買うと必ず、自分に返ってくるって言いますよね。と言い返してた。姑が家に来た時、復讐日記というタイトルのノートを、トイレのマガジンラックに忍ばせた。内容は私と乙の会話、あんなことを言われた、こんなことを言われた、一生忘れないっていう。トイレから出てきたら、なぜか具合悪くなったらしく、青い顔をして帰っていった。夫が様子を見に行くと、老後が不安でたまらない、とこぼしていたそうだ。なんか知らない？って聞かれたから、全くわからないわと返しておいた。妊娠中義実家に行くと、妊娠は病気じゃないんだからほら、嫁こしなさい。と、私をこき使ったとめ、ゴールデンウィークなので、琴音が遊びに来たらしい、朝とめから。嫁子、妊娠中の琴音ちゃんが掃除しようとしてるのよ。嫁子代わりにしに来なさい。と呼び出しの電話、琴音さん妊婦なんですよね。病気じゃないんだから、掃除させたらどうです？私とめさんのおかげで、とっても安産でしたのよ、ほほほ。一ヶ月早くでしたけど。と言って切ってやった。旦那も怒っていた。朝から電話鳴りっぱなしだけど知らね。明日行く予定だったけど、旦那が行かないってとめさん。兄夫婦が実家で同居中なんだけど、兄嫁の職場が期間限定で実家の近くになるから、その間だけ住まわせてくれっていう話だった。今年めでたく新社屋完成で、そろそろ出て行ってほしいと親が言うと、のらりくらりと言い訳して出て行こうとしない。そのうち兄まで、俺は長男だから。というようになって、掃除洗濯食事の支度、すべてを押し付けられていた母がギブアップ。私の義父が不動産関係の仕事をしてるので、とりあえず兄夫婦が住めそうな物件を、ピックアップしてもらって、兄夫婦に突きつけたら、兄はその気になったんだけど、兄嫁号泣。私は嫁として認めてないってことですか。と家を飛び出した。で翌日には兄嫁の親を連れて戻り、嫁が夫の親と同居してやると言ってるのに、ありがたいと思わないのか、と斜め上発言をして父激怒。兄ともども家を追い出して自宅の入り口ドアごと取り替えた。結婚して1年目の琴音が止めに。旦那の両親の介護なんて絶対嫌。お断り。そんなことになったら離婚するわ。と熱く語っていた。止めも。当たり前よ。そんなことする必要ないわよ。と、これまた熱く返答していたので、そばで聞いていた私も。そうですよね。私も〇〇さんのご両親の将来の面倒なんて、絶対お断りですよ。ニコニコと会話に加わった。とめ。そうよね。そうね。日頃からアンに同居を迫られていたので、かなりスッキリしたが、
悔やまれるのは録音しておかなかったことだ。グッジョブ。いい話題のことメモグッジョブ。乗っちゃったとメモある意味グッジョブ。娘たちが、俺を嫌うようになったとき？反抗期か。父親が嫌われるのって本当だったのかと軽くしょげてた。ある日晩飯の時に。パパの隣やー、あっちで食べてよー。とリビングの端っこ指さされた。さすがに泣きそうになって、押し黙ってたら、ガッシャーンとキッチンから、嫁が食器をシンクに叩き落とした。そっから嫁の怒号からの説教&説教。普段ツンデレな嫁が熱く俺の良さを大演説。その娘であることに感謝しろ。と締めくくり娘たち大号泣。お礼の冷たい態度はその日でぴったりやんだ。あんな衝撃的な日は生まれて初めてだった。思い出して涙出てきた。文章下手でごめん。とにかく嬉しかった思い出。嫁ありがとう。チクッと嫌味を言ったり、私たち夫婦になかなか子供ができないのを、私一人のせいだと思い込んだりと、地味にストレスのたまる相手だったとめに、見知らぬおばあちゃんが言ってくれた話。とめと私たち夫婦で買い物に行った時、数人の孫に手を引っ張られて歩くおばあちゃんがいました。近くには娘？嫁？というくらい仲良しいな。雰囲気の女性が二人それを見たとめが。まあいいわね。私も早く孫と仲良く買い物に行きたいわ。ね。嫁子さん。と言った。それが聞こえたらしいおばあちゃんはにっこり笑って、とめの目を見て。可愛い孫と仲良く買い物に来るのは簡単よ。お嫁さんを大事にすればいいの。赤ちゃんはね全部見てるからね。と言って去って言った。あれから私に妊娠について言ってくることがなくなった。あの時のおばあちゃん、ありがとう。年明けには男の子が生まれる予定です。一時期携帯に非通知で、いたずら電話がかかってきていた。無言、切れるを何回か繰り返すと、あっちが諦めて終わり、を何日間か繰り返した。もしかしたら別れたばかりの元彼かも、とちょっと思っていた。ある時ふと、もしかしたら本当のいたずら電話だったりする？と思いネットで撃退法を調べたら、お経の読み上げがいいと書いてあったので、実行することに。早速電話がかかってきて、意気揚々にお経を読み上げようと思うが、読み上げるだけお経を知らない。長い時間粘られたらどうしよう。と変に考え込んでテンパった結果、出た言葉が、陰州神官随党、草原民進中華民国、中華人民共和国、だった。電話はすぐ切れたし、それから電話来てないから元彼かわかんないけど、未だに戦に勝って勝負に負けた気持ちになる。その後ちゃんと実家の宗派のお経を、空で言えるようになったけど、活躍する時がない。新婚当時のこと。月実家に帰るとかなりの頻度で、出されるお菓子とかが限ってる。食べ物を簡単に捨てらんないんだなぁとか思って、気にしてなかったけど。ある日私の饅頭にカビがついてることに、旦那が気づいて大激怒。嫁子にカビを食わせるのか。悪気あってやったんじゃないと思ってたので私は、やめて指摘したら義母さんがかわいそう。他人に出す食べ物も管理できない人みたいになっちゃう。という趣旨のことを小声で旦那に言い、必死に。うちの母もよくやらかして、カビる前に食べるなり冷凍するなりすればいいのに、と父に怒られてますよ。あ、義母さんにそうしろと言ってるわけじゃなくて、私もよくやりますし、客には出さないよう気をつけますけど。とフォローが世界一得た。とめは苦笑い。それから一度も古い食べ物が出てこなくなりました。でも今思えばあれはわざと出していたんだろうなと思う。去年のこと、盆休みは南の島に行くと、義実家に伝えたらぎまいが、費用は兄家族持ちで一緒に連れてけなどとほざき始めた、夫まで。なんとかならない。と言い出す始末。わかった旅行は兄弟で行って、私は義実家にご奉仕に行けばすべて丸く収まるね。と言ったら夫の顔がパーッと華やいだのを確認し、通販して実家に帰った。そしてキャンセル済み旅券引き換え券を、キャンセル済みとわからないよう置いてきた。旅行2日前くらいに2枚が、パスポート作るお金ないから貸してと電話してきた。それはパスポートの方か金の方か、と聞いたら、パスポートに決まってんじゃん。今から作ったって間に合うわけないでしょ。知らないの？結局キャンセルされてて兄弟で突してきたらしいけれど、私はその頃キャンセルした金で、エジプトに旅行中、もともと私の旅行積立金が返ってきたものだったし、お土産に、砂漠の砂を、段ボールで送りつけ、離婚した。台所で休みを満喫していたら、畑から父がすごい勢いで帰ってきた。父は会社員。休日は趣味の畑に入り浸っている。お母さん。
大きいトマト取れたよミロコレ。あら立派。どこに隠れてたんかしら。今夜はこれ使えよ。はいはい。夕飯、トマトはハンバーグの付け合わせに。あ、トマト美味しいよ。あれお父さん食べないの？俺トマト食べられないんだった。知ってた。やる。ここに入れなさい。小さいのは食べなさい。美味しい。美味しいかな？美味しいからとっとと食え。父はその後一口かじって。という顔して、こっそり母の皿にトマトを移したが、歯型がついていたためにバレた。昨日夫の実家に、結婚後初めて行ってきた。結婚前は良い雰囲気の姑で、仲良くできそうだなと思ってたんだが、一変した。夫が仕事の電話で席を外すと、嫁の心得とやらを、ぐだぐだと並べてきた。いわく、働くのやめて専用になれ。同居しろ。親には逆らうな。お前の実家はないと思え。嫁とは家族の奴隷だということを、忘れるな。とまあテンプレ通り、そこで私が、お母様も姑の奴隷だったんですか？と聞くと、さも誇らしげに、その通りさとか言うので、くだらない人生だな。と言って帰ってきた。地元の同窓会があるので、既実家に残っている旦那曰く、とめは呆然として動かないらしい。くだらない人生は、少し言い過ぎたかなとも思いましたが、打たれ弱いよとめ。母方の祖父の話、祖父は気難しい人だった。そんな祖父が認知症を発症し、施設に入ることとなった。ある日面会に行ったおじ嫁が介護員の方から、じいちゃんはどこだ？じいちゃんがいないと眠れない。と言ってすすり泣き、じいちゃんとは誰か尋ねると、妻だと答えると話をされたそうだ。しかし祖母はじいちゃん、とあだ名がつくような名前ではないので、おじ嫁は内心パニック。おじや母に聞いても、わからないと首をかしげるだけ、昔の愛人の名前かと思い、さすがに祖母に聞くわけにもいかず、私のところに相談の電話が来た。私は祖父が祖母を、ちびすけのちいちゃんと呼んでいたのを知っていたので、そのことを伝えると、あの祖父が可愛らしい愛称で祖母を呼んでいる、と知ってみんな衝撃だったみたい。ちなみにその後おばが祖母を連れて面会に行った時は、祖父がちいちゃん、と言って笑顔を見せおばにさらなる衝撃を与えていた。異実家で同居してたが、琴音が子連れで出戻ることになった。今まであんたたちが散々美味しい思いをしたんだから、今度は私の番ね。とめは孫可愛さで、出て行ってほしいみたいだし、こっちは願ったり叶ったり。先日義実家を訪問したんだけど、琴音は何にもしないらしく、増えた家事労働と元気いっぱいの孫の相手で、うとめともかなりお疲れ気味だった。しつこく2世帯住宅にして、一緒に住んでほしいって言われたけど、二人の生活が素敵すぎて、もう同居は無理です。同居してまたそちらの都合で出て行って、なんて言われるかもしれないし、とはっきりと断ることができた。琴音に美味しい思いをしてた、と言われて気づいたが、きっと琴音は私が何もしないとか、いろいろと琴音に愚痴ってたんだと思う。共働きなのに家事半分やってた嫁のことを、何もしないって愚痴ったら、本当に何もしない娘と入れ替わってしまったわけだ。美人で頭の回転もいい妹の話、当時私は産後3ヶ月目、しかしいろいろあって体はガタガタ。なので夫に家事を任せざるを得ない状況だった。もちろん私も限界まで頑張って、どうしても無理な時だけお願いしていたんだけど、お願いするたびに夫が、お前って本当に嫁だよな。って冗談半分嫌味半分って感じで言われてた。妹が手伝いに来てくれていた日に、ゴミをまとめておいてほしいと夫に頼んだら、いつもの鬼嫁。それを聞いた妹が、産後でボロボロの姉をいたわりもしない、何にもしないお兄さんは、悪魔の人かなんかですかねー、と鼻で笑った。そして、妹の私も鬼ですねー、と夫に家事を指示して言った。帰るとき、怒ると妹鬼より姉鬼の方が怖いんですよ。まだ姉の本気怒りを見てないお兄さん幸せですねー、と言って帰った。それをきっかけに、鬼嫁呼ばわりはどんどん減っていった。妹があの時来てくれてなかったら、離婚してたかもしれない。45歳琴音、何にでも横槍を入れ、自分以外の人間は見下す。年齢イコール彼氏いない歴と思われる。私次男嫁35歳子供2人、長男嫁32歳2人目妊娠中。先週旦那の祖母が亡くなり、義実家へ集合した時、琴音が長男嫁の妊娠中の態度について説教を始める。妊婦なのに葬儀に出るなんて聞いたことない。次の子供も悪ガキになるよ。どうせまた女なんでしょう。
次男くんとこみたく男二人でもキモいけどさ、次男くん怒ったの？なんか冗談通じなくなったよね。みんながそろそろ黙ってられない、といった空気になり一触即発だったので、琴音さん、子供のことすっごく詳しいですよね。私いつもすごいなって思ってるんです。何でも知ってるし、子供のことわかってるし、琴音が、そう？と照れたところで、早くその知識が役に立つ日が来るといいですね、と言い放ってやった。結婚して7年も経つと、なんとなく嫁が鬱陶しくなってくるもんだよね。なぜか子供ができないので、お互い仕事をして違う時間に食事して、布団に入る、家にいても会話も続かない。ある日信号無視した車にはねられて、一週間くらい意識不明になっていた。気がつくと、嫁が目を真っ赤にして泣いている。嫁も部下を持つ身なので、仕事に戻っていいと言っても動かない。あんたしか家族はいないのに、仕事している場合じゃない。と、結婚してすぐに嫁の両親を亡くしているのを思い出したよ。体にすがっている嫁を見たら、愛おしくなって、愛していると言ったら、痛いのに抱きつかれて余計号泣されてた。抱きつかれた痛みで、俺まで泣いてしまったよ。退院してからも、泣いていた嫁の姿を思い出して、愛していると言えるようになった。嫁も一緒に食事を取ろうとするし、よく笑うようになった。今年の末には俺も父親になるらしい。私たちがとある理由でこなしであることを、何度説明しても納得せず、毎日電話をかけてきて、早く子供産め、とネチネチ言ってくるとめ、この前ハンズフリーにして無視してたら、返事がないのに切れたとめが、聞いてんのあんた、と怒鳴ったところ、家に来ていたことめが冷たい声で、聞こえてるよ、と返した。なんでことめちゃんが、とかなり慌ててたけどことめが、私さんの様子が変だったのは、全部母さんのせいだったんだね。私さんが今子宮内膜症で苦しんでるの知ってるよね。私が同じ病気で苦しんでた時、あんなに心配してくれたのに、信じられない。とめ涙声になってひたすら。違うの違うの。言ってたけど電話を切った。ことめから。ごめんね。帰宅したらよく閉めとく。と言われ、旦那からは義母からの電話は二度と取らなくていいってきた。嫁が娘と同じ病気で苦しんでても、私には平気で子供産めと言えてしまう。ダブスたっぷり。うちは結婚12年目だけど子供がいない。旦那も私も揃って不妊症なので諦めた。逆に琴音は3人の子持ちでそれが自慢。最近近所に越してきてチクチクと、馬爪いびりをしてくれる。不愉快なので避けて付き合わないようにしていたけど、久々に実家へ行ったら琴音が来ていて、また嫌味を言い出した。無視していると。性格悪いよねー。性格悪いから赤ちゃんが来てくれないんだよねー。生まれる前の赤ちゃんにはわかるんだよ。そこへ琴音長女と次女が割って入ってくれた。そんなわけないじゃん。何その迷信。母さん頭悪いの？性格で子供が親選んで生まれてこれるなら、私は母さんから生まれてないよ。私も選択権あるなら、絶対おばちゃんの子になってるよ。喋ると性格悪いの映るから、向こうへ行こう。と連れ出してくれた。親に悪口言わせてしまった形だけど、ものすごく嬉しかったよ。夫が勤める義実家の会社の資材置き場が、新幹線の駅の近くにある。私はその一角を駐車場に借りている。ある日から私の場所に、見慣れない車が止まり始めた。義実家は警察に連絡するもどかされない。4日目には夫が切れて、車の周りに足場を組んだ。悪乗りした従業員がさらに、ガチガチに固めて身動き取れず、車にさえ乗れない状態に。2週間後に謝りに来た若夫婦。若夫婦は海外旅行に行っていたってさ、奥さんの、ヒロインだからいいじゃないの。世の中助け合いだし、ハート、が忘れられない。もちろん、私はあなたに助けてもらったことも、これから助けてもらうつもりもありませんが、と言っておいた。結局駐車料金1万 ×14 日分と、私の駐車料金2000円 ×14 日分、足場の組み立て、解体代と手間賃をお支払い、正規の駐車場に止めたら、3万もかからなかったのに、バカめ、私が初めて妊娠した時、医者にダウン症の可能性があるって言われて、羊水検査を受けた。結局ダウン症でもなくて無事だったので、おばに報告した時、孫がダウン症だったら弟がかわいそうだ、と言われた。おばは弟大好きって人？そのことを妹に愚痴をこぼしたら、妹がおばに抗議の電話を入れた。お姉ちゃんに向かって、弟がかわいそうって言ったんだって？そんなこと言った？あんまり覚えてないわ。誰が一番不安だったと思うの？でも悪気はないのよ。悪気がないなら何を言ってもいいわけじゃないだろ。
あんたが弟が可愛いように。私だって姉が可愛いんだから。ごめんなさいね。やけくそになったように怒りながら、おばが電話切った。もっと文句言ってやりたかったんだけど、ごめんね。って謝ってきた。喧嘩ばっかりな妹だったけど、自分のために怒ってくれてすごく嬉しかった。無事生まれた時も泣いて喜んでくれた。中学の時に両親が離婚した。原因は父の不倫。父は不倫相手と再婚した。不倫相手に連れ子が一人いて、二人の間には子供がいなかったそうだ。で、その父が私が25の時に死んだ。なので再婚した不倫相手と連れ子と私とで、遺産分配することになった。相続の対象のなる遺産は、数百万の現金と、ある銘柄の株が5000株ほど、両方足してやっと1000万になるぐらい。株は娘が大学に行く時にと、現金化せずに取っておいたんだって。だからどうか相続を放棄してください。と涙ながらに訴えてきた。4分の1でも持っていかれると、困るんだって。生きていけないんだって。私はすでに会社員になって稼いでた。だからお金が欲しかったわけじゃない。でも人の家庭を壊しておいて、自分たちの生活を壊すなって、すごい厚かましいなって思い、相続すると告げた。そして受け取った株は速攻で現金化して、パーッと贅沢な海外旅行して使い切った。後悔は微塵もない。結婚したばかりの頃仕事続けてたんだけど、ことめに。結婚してても誘ってくる男もいるんだから気をつけなよ。浮気とかしないようにね。あっ、嫁ちゃんじゃ誘ってくる男もいないか。って言われた時に、大丈夫です。そんな低俗な人周りにいませんから、万が一誘われても夫くんがいるのに浮気だなんて、そんな浅ましくて恥知らずなことしませんよ。大体結婚してる女性に寄ってくる男性なんて、相手に夫がいるから後腐れなく遊べるって思ってるだけなのに、自分は人妻なのにモテモテって、勘違いしてる人って本当に痛いですよね。って言ったらことめは、まあね、そうとも言うわよね。と、ことめがダブル不倫の上に離婚されて、不倫相手にも捨てられて義実家に居候してる、なんて知らなかったんだもん。俺と嫁は中学から付き合っていた。俺と嫁が25の時に結婚の話も出て、式の打ち合わせをしていた時期に、突然嫁が俺と両親に大事な話があるから、日程を調整してほしいと言われた。俺の実家で嫁の両親と嫁が、暗い顔で3枚の紙を出して話し始めた。嫁は不妊だった。自然妊娠はほぼ不可能らしい。嫁が泣きながら謝っていたけど、俺両親が嫁を慰めながら、結婚したからって、子供が必要なわけじゃない、って言っていた。俺も、嫁と一生一緒にいたいから結婚する。って嫁を抱きしめてた。その後に18までは二人で暮らして、それでも子供が欲しかったら、治療を頑張ろうって約束して結婚したんだけど、なぜか27の時に嫁妊娠。しかも三つ子だった。妊娠が分かった時はみんな泣いて喜んでた。その4年後また嫁妊娠、今度は双子。無事出産。不妊とは何だったんだろうか。嫁と双子ちゃんが無事退院したんで書き子。俺は2世帯住宅で嫁さんのお母さんと同居中。このお母さん、若い頃は嫁姑問題で悩まされたようで、俺に対しては優しくも、適切な距離感を持って接してくれるいい人。先日嫁さんが友達と旅行に出かけたので、俺と義母二人で手分けしながら酒の魚を作り、子供も入れて親子三代で宴会開始。早くからハイスピードで飲んでいたら、義母の話がお姑さんの過去話から意外な方向に。なんでもご近所の2世帯同居家庭で、嫁姑問題が起きて最近別居した話に。やっぱり2世帯住宅ってうまくいかないのねー。と。もう酔いも覚める勢いで動揺する俺。恐る恐る言ってみる。お母さん、一応俺も義理の息子なんですけど。次の瞬間、義母の目がまん丸になって一言。そうだった。なんでも酔っ払って忘れていた模様。本当に家族として受け入れてもらえてるんだと実感するけど。さすがにその時は焦ったな。彼氏へのお弁当を母監修のもと作成していたら、父とバッキング。どうして二つあるんだ？当時高校生で私は反抗期。父とはここ数年まともな会話がない。父は古い人で男女関係にも厳しい。弁当は片方どう見ても男物。友達のものではごまかせない。彼氏にはお昼用意しないでと取り付けてあるので、積んだと死んだ目をしてたら、あなたの分よ。仲直りしたいんだって。と母？きっかけをお弁当に求めた反抗期の改心ストーリー。最近態度悪かったよね。ごめん、長い沈黙の後泣かれた。よかった、俺なんか悪かったんじゃないかって。へえ、へえ、俺のためか。残念、男のためです。よかったねあなた。ごめんねお父さん、
夜は思い出話を聞かされ、その日以降反抗期は収束しました。ちなみに彼氏のお弁当は、そこに一つあるじゃろ？あんたの分は。500円っす。で無事解決しました。店の入り口の前に車椅子マークの駐車場がある場所での出来事。俺は嫁さんをコーヒーを飲みながら待ってた時、車椅子マークの駐車場にオープンカーが、斜めに突っ込んできた。中にはギャルお二人とギャル女二人、それを見ていた一人の男の子が。パパ、あそこって体の悪い人が使うところじゃないの？父親は。体っていうのはね、見えるところだけが悪くなるんじゃないんだよ。パパさんナイス答えと思ったら男の子。じゃあお兄ちゃんたち、どこが悪いの？パパは。頭とか。思わずコーヒー拭いたわ。隣に立っていたサラリーマンも笑い出すし、ベンチで休んでたおばさんも笑い出すし、ギャルオがやりとりを聞いていたらしく、エンジンをかけたら車が、ガッタンゴットン動いてんすと。焦る顔が丸見えですんげえかっこ悪かった。男の子とパパさんグッジョブ。トメは外で面倒な仕事をホイホイ引き受けて、私に丸投げするが感謝の言葉もない。先日もやたら細かい注文付きで、居酒屋の座敷の予約をしておくように言ってきた。見つかる保証はないですよと言っても、絶対見つけて予約して、という無茶ぶり。検索しまくって電話かけまくって、なんとか見つけて予約した。団体予約なので団体名を店に聞かれた。トメは、適当な名前でいいわ、と言っていた。当日、店員さんは私が伝えた団体名で案内した。漆黒の闇をまとい乙女の共演の皆様、ご到着です。漆黒の闇をまとい乙女の共演の皆様、どうぞこちらへ。聞こえたからかに店員さんに案内され、座敷入り口には、漆黒の闇をまとい乙女の共演ご一行様、店入り口から座敷まで注目の的、後日止めから、もうあんたには頼まないわよ、と電話がかかってきたので、はい喜んで、と居酒屋風に答えておいた。乙女が我が家に来て、私が止めに暴力を振るっている、証拠もあると IC レコーダー出された。確かに、痛い、嫁子さんやめて、ごめんなさい。という止めの泣き声とか、私の何やってんですか、ボケたんですか、という冷めた声とか、何かぶつかるような音とかが録音されてた。音声だけ聞けば確かに、止めが被害に遭っているように聞こえるかもしれないけど、実際は勝手にあちこちぶつかって、一人でぶつくさ言ってただけ。こっちはしっかりベビーモニターで録画済み、夫にはお母さんがおかしいと相談しておいた。統合失調症とか認知症の症状をプリントアウトして宇都に渡し、お母さんは絶対病気だ。そうでなければこんなおかしなことをするはずない。って今までのいびりも病気の症状であるかのように訴えておいた。来週やっと精神科の予約が取れたってさ、止めのやりそうなことくらい察しがつくんだよ。これで二度とうちに来るまい。同様に。女ってのは趣味が過当だとかうんぬん。女ってのはマスゴミを鵜呑みにするとかうんぬん。といつも言っている男性社員がいた。注意しても。だから女ってのは、と比するだけで会話にならない。だからみんなハイハイって感じで聞き流していた。ある日、別の男性社員が感心した顔つきで、お前の頭の中ほんと女ばっかだな、と言った。そしたら言われた男性社員は真っ赤になって口ごもり、逃げていってしまった。みんなあぜん。そうか、そう反論すればよかったんだと。以後はまた女の話、女で頭いっぱいなんだな。仕事中に女の話ばかり、恥ずかしくないんですか？とみんなで言うようになった。最近は女のおの字も言わない。とても平和。夫の祖父が亡くなってすぐ、長年の不妊治療の末に兄嫁さんが妊娠した。兄は、今年できなかったら諦める、と宣言していたため、あまりのタイミングの良さに、生まれ変わりだと騒ぐ親戚じじばば多数だった。兄は生まれ変わり話一辺倒で、不快そうだったけど、兄嫁さんがニコニコ笑いながら、おじい様、ずっと大変だったんだからきっと、まだ少し勘弁してくれってあちらでお休み満喫中ですよ。そんなに世話しなくさせちゃ申し訳ないです。でももしかして、あそこんちに行っておいで言って、その辺にいたこの背中を、こっちにグイグイ押してくださったのかなって、ついそんなことばかり考えちゃうんですよ。おじい様子供が大好きだったから。手うっすら涙ぐんで、一度もらい泣き、以後もう誰も生まれ変わり説を唱えなくなった。新婚旅行のお土産渡しに行ったら、乙女から、いずれ同居、後継ぎを産んで、というので思わず尋ねてしまった。継ぐものがあるんですか？なんだと。
私の実家は田畑と家、お墓がありますので兄が家と土地を継ぎます。旦那くんから伺ったら、このお部屋はいずれ取り壊し、お仏壇もないと聞いていたんですが、すると音が、とつぶやいた。しかし、でも家事はしつけないとね。と、私は婚約してから実家の家事をこなしてまいりました。うとめさんが実家にいらっしゃった際、認めてくださったと思ってたのですが、私の料理と知らずしだしと思ってたらしい。うとめ完全に沈黙。本当に継ぐものないのに？って不思議なだけだったんだよ。社会人3年目になる一人息子が、父さんと母さんに会わせたい人がいる。と言った。うちの子ももうそんな歳になったかと、感慨深く感じながらも二つ返事で快諾。恥ずかしそうに連れてきた女性は、息子によく似て優しい顔をしていた。後日息子が、俺あの人と結婚したい。だけど一つだけ聞いておいてほしいんだ。A の両親は A が小学生の頃に事故死して、祖父母もいない。両親のぬくもりや存在を十分にわからないまま、育ってきたから結婚したら自分の娘のように接してやってほしい。両親に甘えることをさせてやってほしい。そりゃもう当たり前だろっと、泣いてんのか怒ってんのかわからない感じで、叫んでしまったよ。息子が優しく育ってくれたのが嬉しかった。この年になって家族が増えるとは思わなかったけど、娘の手料理を食べさせてもらえる親父の気持ちがわかったよ。息子も娘もありがとう。面接の話。職案に出してる求人票には、勤務時間はこう書かれていますが、実際は就業時間の後、2時間残業となります。定時で帰れるのは、特別な日だけとなります。原則として毎日2時間残業、ということはわかりました。残業代は出るんですか？出ません。毎日2時間の残業というのは、それぞれの従業員が、自発的にやっているもの、とみなしていますから。なんだか腑に落ちない、といった感じに見えますね。とっても長続きは、しないんじゃないでしょうかね。そうですね。こんな事業所じゃ、よほど他に行くところのない人しか、いつかないでしょうね。オタクがハロワの常連なのも、無理はないでしょうね。後日職案の管理職に、書面で厳重に抗議した。求人票データベースにしっかり記載し、求職者の求めがあれば、きちんとこのことを教えるよう、約束させた。最後までご視聴ありがとうございました。皆様の感想よろしかったらコメント欄でお聞かせください。励みになりますのでチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。